ポンピドゥーセンター。ジョルジュ・ポンピドゥ国立芸術文化センター通称、ポンピドゥーセンターは、パリ4区の3イコールメリ地区にある、総合文化施設である。1969年に、近代芸術の愛好家でもあったジョルジュ・ポンピドゥ大統領が、首都パリの中心部に造形芸術のほか、デザイン、音楽、映画関連の施設及び図書館を含む、近現代芸術拠点を設ける構想を発表。 1977年にバレリー・ズスカールデスタン大統領により落成式を行われた。設計を手掛けたのは建築家、レンゾピアノ、リチャード・ロジャース及びである。当初はデザインが斬新すぎて歴史ある建物が立ち並ぶパリの美観を損ねるなどの批判があったが、レンゾピアノはいかめしい文化施設のイメージを破壊したかった。これは、 芸術と人間のこの上なく自由な関係の夢であり、同時にまた、街の息吹が感じられる場であると語った。ポンピドゥセンターは、主に公共情報図書館、物式1階から3階、国立近代美術館、4階から6階、映画館、多目的ホール、会議室、アトリエブランクーシ、カンディンスキー図書館及び、国立音響音楽研究所により構成される。 国立近代美術館は、ピカソ、カンディンスキー、マティス、シャガール、レジェ、ミロ、ダリ、デュビュッフェ、ウォーホル、モンドリアン、ニキド・サンファールなどの作品をはじめとする1万点以上の作品を所蔵し、近現代美術のコレクションとしては、欧州最大、世界的にもニューヨーク近代美術館に次いで第2の規模である。 2016年のポンピドゥセンターの来館者数は、美術館と図書館だけでも330万人以上に、達した。2010年、ポンピドゥセンターの文館としてが開館した。設計は、日本人建築、イエスサカ・シゲル、フランス人建築家、英国人建築家が共同で手掛けた。7階建て、地下3階のポンピドゥセンター。 延べ床面積10万3305平方メートルは、公共情報図書館、BPI10、400平方メートル1階から3階まで、国立近代美術館、マナム、常設店1万2210平方メートル、企画店5900平方メートル4階から6階まで、レストラン、カフェを含む屋上、2つの映画館、それぞれ315席、144席、多目的ホール、 384席、会議室158席により構成され、さらに付属施設として、敷地内に国立音響音楽研究所がある。階段、エスカレーターの踊り場は展望スペース、パリの眺めに通じ、子供のアトリエなどもある。1992年にインダストリアルデザインに関するフランス文化機関が国立近代美術館に統合され、 1997年には彫刻家コンスタンティン・ブランクー氏により寄贈されたアトリエがレンゾピアノによりポンピドゥセンター広場内に再建されたアトリエ・ブランクー氏。また、2002年には視覚芸術を中心とする20から21世紀の芸術専門のカンディンスキー図書館が完成した。なお、ポンピドゥセンターとに挟まれ、 国立音響音楽研究所の入り口があるの池には、または、自動人形の噴水と題するジャンティン・ゲリーとニキド、サンファールの作品がある。例会には、チケット売り場、クロークのほか、ホーラム、書店、フラマリオン、子供のアトリエなどがある。公共情報図書館、建物1階の3分の1、中2階、2階、3階を占める。入り口は、 センター背面のボーブール通りにある、閲覧室、自習室、視聴覚室を備え、蔵書は三十六万冊。視聴覚材も充実している。現代美術研究者のための管理スキート書館を含む。国立近代美術館、産業創造センター。千七百五十年に設立された、リュクサンブール美術館の所蔵品の一部を受け継ぎ、百三十七年の、 パリ万国博覧会の際に、パレド東京に、パリ市立美術館と併設。1947年、正式に開館。1977年にポンピドゥセンターに移動。所蔵作品10万点以上。通常、常設展は4階及び5階だが、企画展の規模、内容により変更される場合がある。企画展、通常、6階及び、中2階の一部に展示。 以下のの主な企画展を参照のこと。映画館、多目的ホール、実験映画を中心に、一般の映画館では滅多に上映されない映画、監督ごとの特集映画、例えば、2018年8月現在は、川瀬直美、伊咲楽エスタ、ビデオなどを上映。国立音響音楽研究所音楽及び音響に関する制作部門、研究部門、 教育部門からなる研究所。ポンピドゥセンターは、各省庁が所管する高等教育機関などと同様に行政的性格を有する高施設法人、EPA、国家により当該施設に関する公共政策の策定と実施を全面的、または部分に委託された法人であり、従って国の補助金と独自の財源、入場料、提携、 メセナ等により運営されている。理事会は国の代表、国会議員、パリ市長、専門家らにより構成される。ポンピドゥセンターの会長、任期5年は文化省が推薦し、共和国大統領が任命する。現在の会長はセルジュ・ラビーニュである。ポンピドゥセンターは国立近代美術館、産業創造センター部門。 文化推進部門及び各管理部門により構成され、国立近代美術館、産業創造センター部門には、近代芸術、現代芸術、グラフィックアート、写真、実験映画、ニューメディア、作品収集、作品修復などの分野がある。国立近代美術館の起源は、1750年に、ルイ発世がフランス最初の美術館として設立した。 リュクサンブール美術館に遡る。1818 18年にリュクサンブール美術館の所蔵品のうち没1 0年をヘタ画家の作品ルーブル美術館に移動し、さらに1922年には外国人画家の作品をジュドポーム国立美術館に移動して特別室を設置した。また、1886年には リュクサンブール美術館の別館も建てられたが、いずれの美術館も手狭になり、新たに近代美術館を設立する必要があった。この時、リュクサンブール美術館の学芸員であった美術師ヤノが新しいパリ市立近代美術館の設立を提案し、一方でフランス政府も王室の絨毯を製造していたサボヌリー工場の跡地に、 国立近代美術館を建てる計画を発表したため、結局、1937年のパリ・万国博覧会に合わせて建設する建物に、パリ市立大美術館と国立近代美術館を併設することになった。この建物が現在のパレド東京である。ただし、第二次世界大戦中は所蔵品を地方に移動して保管していたため、 国立近代美術館が正式に開館したのは1947年6月9日であった。最初に20世紀の美術館という構想を打ち出したのは空想美術館という概念を提唱し、ドコール政権下で文化担当国務大臣を務めたアンドレ・マルローであった。実際、マルロー文化省は建築家ルコルビュジエにこのプロジェクトを一任し、ルコルビュジエは 螺旋状の建物を設計していたが、1965年の休止により、結局、このプロジェクトは実現を見なかった。1969年、大統領に就任したジョルジュ・ポンピドゥが、首都パリの中心部に造形芸術のほか、デザイン、音楽、映画関連の施設を含む、近現代芸術拠点を設ける構想を発表した。目的は、 一特に1960年代に世界の芸術の中心地がパリからニューヨークに移ったため、こうした衰退に歯止めをかけ、現代芸術の中心地としてのパリの地位を取り戻すことに世界に開かれた芸術創造の場を提供し、分野横断的な新たな芸術表現を可能にすること、3国が最新の芸術動向と一般大衆をつなぐ仲介役となること、 4パリに20世紀後半の建築を代表するモーニュメントを建てることなどであった。ポンピドゥ大統領のこの構想は、高級芸術、ハイアートと大衆芸術、ローアート、文化の中央集権化と地方分散化などの観点から論争を巻き起こした。同じく、ポンピドゥ大統領の意思により、1972年にグランパレで、 芸術の力と題するフランス現代美術の大規模な企画展開催された時にも同様の論争が起こり多くの芸術家が国家権力による芸術活動への介入を批判した。一方、フランス国立図書館、権利主流館新館のフランソワミッテラン館は1994年に完成も手狭になり、1966年に 新しい国立図書館を建てる計画が発表された。候補地は、レアルのパリ中央市場の跡地であった。この市場は、1866年に、ナポレオン三世時代のパリ市長であった、ジョルジュイコール、ウジェーヌ・オスマンの都市改造計画の一環として、ビクトール・バルタールの設計により建てられたが、1959年に、中央市場の移転計画が発表され、 1969年にパリ市南部オルリー空港近くのランジスの町に移転した後、1971年に旧市場が解体された。だが、最終的には、1968年にパリ議会がパリ市が管轄するボーブール地区に国立図書館を建てることを承諾した。こうした経緯から、翌1969年にポンピドゥ大統領が、 近現代芸術拠点を設ける構想を発表した時には、ボーブール地区を候補地に挙げていたが、同地区は国立図書館の建設予定地であったため、翌1970年に改めて美術館を含む総合文化施設に国立図書館を併設する計画を発表し、これにより図書館を利用する何千人もの人々が同時に芸術に接することができると説明した。当初、 この総合文化施設には、国立近代美術館、国立図書館及びの館長が創設した産業創造センターを含める予定であったが、ポンピル大統領は1971年に、これに音楽創造センターを加えると表し、作曲家のピエール・ブーレイズをこのプロジェクトの責任者に任命した。これが現在の国立音響音楽研究所である。なお、 当初の計画になかったこの研究所を建設するために、サンメリ教会に隣接するサンメリ小学校をルナール通りに移転しなければならなかった。この計画はこの後もさらに練り直しが必要であった。国立近代美術館は文化省、国立図書館は国家教育省の管轄であり、音楽家の間でも国の政策について意見の対立があったからである。合わせて、 この事業は1968年の5月革命の影響を受けて国の文化政策を問い直す新たな挑戦であった。1970年8月26日、閣議により国務院表彰官のロベール・ボルダスがボーブール地区センター実現のための代表に任命され国際建築設計コンペティションを開催し、ボーブール地区センターの建設を管理するための 委員会を立ち上げた。設計コンペの審査委員長を務めたのは建築家のジャンプルーベであった。1971年7月15日、応募作品数681点から、レンゾピアのリチャード・ロジャース及びジャン・フランコ・フランキーニのプロジェクトが選出された。ピーター・ライスがディレクターを務めるアラップ社のパートナーであった3人は、早速、ボル。 ダス委員会事務局が入った建物内に事務所を構えた。1972年1月、ロベール・ボルダスがボーブールセンター校施設法人の代表に任命され、後に同センターの文化活動を担うことになった人材イコール実現者を集めて実現者委員会を設置し、この実現者委員会はセンター完成後に経営委員会に移行した。 が3年契約により国立近代美術館の館長に任命された。は、フルテンの補佐として現代的かつ国際的な新美術館構想を担当した。公共情報図書館の初代館長はすでに1967年から本プロジェクトの実責任者であった。フランソワ・マテイは1968年に創設した産業創造センターの会長として参加した。 1973年3月20日、閣議により数年にわたる事業計画と予算案が承認され、これにより文化省の形状予算のほか特別基金が設定された。さらに、ジョルジュ・ポンピル国立文化芸術センターの設立に関する1975年1月3日付法律第75から1号により正式名称が決定した。 1977年4月2日、バレリー・ジスカールデスタン大統領により、ジョルジュ・ポンピドゥ国立文化芸術センターの落成式が行われ、ポンピドゥ元大統領夫人、ポンピドゥ元大統領は、完成おることなく1974年4月2日に、死去したデーモンバール首相ら多くの著名人が出席した。一方、建物外側に工事現場の足場のように鉄骨を、 組み立て、ここに、電気、水道、空調の配管設備、階段、エスカレーターなどを排した斬新なデザインは物議を、かもし、パリの美観を損なう、前衛芸術、配管設備のノートルダム、芸術の倉庫、ガス工場、石油生成工場、文化のガラクタ置き場、または、アクアリウム、プラネタリウムをもじって、ポンピドリウムなどと批判された。ジャンボードリアールは、 ボーブール効果の中で文化のハイパーマーケットと形容をした。これらの設備はカラーコードで示され、青は空気の流れ、空調、緑は水の流れ、水道、黄色は電気の流れ、そして赤は人の流れ、階段、エスカレーターを表している。レンズピアノはいかめしい文化施設、建築物のイメージを破壊したかった。これは 芸術と人間のこの上なく自由な関係の夢であり、同時にまた、街の息吹が感じられる場であると語った。当初は1日5000人の来館者を予定していたが、実際にはこの4倍の2万人に達し、開館8年後の1985年には、所蔵品が2倍に増えたため、イタリア人建築家、ガエアウレンティにより、美術館全体が改装れ、 現代芸術の展示面積が3倍になった。1992年には産業創造センターが国立近代美術館に統合され、同センターのインダストリアルデザイン関連の作品が美術館に収蔵された。開館20周年の1997年に一旦閉館し、事務所を移転した後に美術館と図書館の面積を広げ、配管設備を移設するなど、 建築家、レンゾピアノ等を中心に27ヶ月にわたる工事が行われた。2000年1月1日に再開した後も、さらに展示面積を広げ、2003年に1回南側に面積315平方メートルの展示室、エスパス315を設置した。マルセル・デュシャン賞の受賞作品はこのエスパス315に展示される。2010年。 ポンピドゥーセンターの文館として、ポンピドゥーセンターメスが開館した。設計は、日本人建築、イエスサカ・シゲル、フランス人建築家、ジャンド・マスティーヌ、英国人建築家、フィリップ・グム・チジャンが共同で手掛けた。なお、ポンピドーセンターメスを設計するために、ポンピドーセンターのテラスに、紙の仮設スタジオを設置。日仏の学生が協力して建設した。 2011年から2013年にかけて、フランス各地、ショーモ門、カンブレー、ブローニュイコールシュルイコールメール、リブルヌ、ルアーブル、オーバーニュで、それぞれ4ヶ月程度、国立近代美術館の所蔵作品を紹介する企画展、移動ポンピルセンターが開催された。スペインのマラガ設立され、2015年3月28日に、マリアノ・ラホイ首相とフランスの フルールペルラン文化賞により開館式が行われた。これは更新可能な5年間契約による最初の臨時ポンピドゥセンターであり、面積6300平方メートルの美術館に約70点の作品が展示されている。2016年9月29日、ポンピドゥセンターとブリュッセル首都圏地域は2020年にブリュッセルに設立される近現代芸術。 建築美術館に関する契約を締結した。1930年代以降、シトロエン社庫修理工場であった3万平方メートルのアールデコ様式の建物をブリュッセル首都圏地域が買い取り、開館後はここに国立近代美術館の所蔵作品の一部を展示する予定ある。日本では1997年9月20日から12月14日まで、 東京都現代美術館でポンピドーコレクション展が開催され2007年2月7日から5月7日まで同年1月に開館した国立新美術館で違法人エトンジェたちのパリ1900の2 0 0 5が開催されたポンピドーセンターに移転するまでの国立近代美術館産業創造センターにおける 企画展を含むすべての企画展については、エクスパッションスリーユーセンターポンピリュ、リポーティッジスエガアーゲンティークに記載されている。ノーウィッキー、ポジシウィッキー日本とフランスの両国が連携し、芸術のとフランスパリを中心に、世界にまだ知られていない、日本文化の魅力を紹介する大規模な複合型文化芸術、イベント、ジャポニム2018、響き合う魂の一環として、 ポンピドゥセンターでは、池田良二監禁務展、安藤忠雄挑戦展、上記の河原直美監督特集特別展、特集上映のほか、ジャポニスム2018テクノイベントテクノコンサート、現代演劇シリーズ、岡田力、演出、3月の5日間リクリエーション、プラータナー、表意のポートレート、現代演劇シリーズ、木下雄一監修、補鉄、杉原国を演出、 美術期の下歌舞伎、肝心帳を開催。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。